同窓会は、イギリスの SF テレビドラマ、ドクター・フーシリーズに第3話。イギリスでは2006年4月29日に BBC1 で初放送され、日本では2006年12月26日に NHKBS2 で初めて放送された。地上波での日本放送は NHK 教育で2007年12月18日に行われた。 2011年3月26日には、ララ TV で放送された。本作の舞台は2005年クリスマススペシャル、クリスマスの侵略者以後のイングランドである。10代目ドクターは、4代目ドクターと1976年の、ザ・ハンド・オブ・フィアーで別れたかつてコンパニオンだった、サラ・ジェーン・スミスやブリッキー・ケンの k 9と再会する。異星人クリリテインが学校施設に潜入して、 生徒の精神を使い、時空の支配を可能とする宇宙の定理スケーサス、パラダイムの解放を目論む。本作の制作後、サラ・ジェーン・スミスを演じたエリザベス・スレーデンが BBC に働きかけた結果、ドクター・フーのスピンオフザ・サラ・ジェーン・アドベンチャーズが制作された。テレビジョン・ウィズ・アウト・ピティのジェイコブ・クリフトンは本、エピソードに A の評価をつけた。 イグノのアフサンハクは本作を10段階評価で8.7として、キャラクターと CGI を褒め、スクービードゥのストーリーラインを喜んで受け入れるのなら、今作はノスタルジックな雰囲気が漂っていて必見だ、と述べ、KQ とサラジェーンだけでもクラシックシリーズのファンは見る、価値があるとした。本作は後に2007年、9号賞映像部門短編部門にノミネートされ、次話。 ダン女の少女が受賞した。ありがとうございます。